富良野観光物語、富良野グルメ、ファーム富田食べ歩き。富良野の夏を彩るラベンダー畑や美しい花畑で有名な北海道中富良野町のファーム富田、10月中旬まで色とりどりの花を楽しむことができます。ファーム富田にはおいしいラベンダー味のソフトクリームがあります。ほのかにラベンダーの香りが口の中に広がる爽やかなソフトクリームです。ファーム富田の園内では花畑散策の途中に立ち寄れる小さなお店が点在し、ラベンダーソフトクリームやお土産などが販売されています。トラディショナルラベンダー畑の道路を挟んで向かい側に立つポプリの家、ファーム富田で一番最初に建てられたログハウスだそうです。カレーなどの軽食が楽しめるポプリの家、テラス席からは花畑とその向こうに広がる十勝岳連峰を眺めることができます。ポプリの家では限定メニューの男爵芋のニョッキフリットをいただきました。カレー風味の塩味に味付けされたもちもちとしたニョッキがカリッと香ばしく揚げられています。一口サイズで食べやすく、おやつにぴったりです。ポプリの家から花畑の方へ降りていくと、先ワイの畑を見下ろす小道に沿って小さなショップ先ワイの小道プチショップが並んでいます。ソフトクリームやカットメロン、スイーツやお土産などが販売されています。こちらではファーム富田のお土産としても人気のある花畑で採れた蜂蜜を塗って焼き上げた蜂蜜クロワッサンをいただきました。蜂蜜の甘みとクロワッサンのサクサク感と美味しさでいくつでも食べられそうです。ポプラ並木を抜けるとファーム富田のウェルカムハウス花人の家があります。その隣にあるカフェルネでは旬の野菜を使ったカレーやジャガイモなど北海道産の食材を使った食事を楽しめます。
こちらでは北海道産季節の野菜とサクサクコロッケカレーをいただくことにします。スパイシーなカレーとサクサクのじゃがいものコロッケがとてもおいしいです。きれいなハーバリウム風オイルドレッシングをかけていただく季節の野菜サラダもありました。カフェルネを出ると目の前には花人の畑が広がっています。花人の畑の横に立つラポートの家も多くの旅行者でにぎわっていました。ラポートの家では富良野地域の特産品やファーム富田オリジナルスイーツなどが販売されています。その隣、花の家では全国発送できる富良野産メロンやラベンダーの苗木も販売されています。また美味しそうな看板を見つけました。メロンパンの焼けるいい香りがしています。焼きたてのメロンパンとカットメロンをいただきます。冷たく冷やされた富良野産のメロンはみずみずしく、とても甘くておいしいメロンです。焼きたてのメロンパンには富良野産のメロンクリームがたっぷりと入っていました。ファーム富田でしか味わえない美味しい食べ物と美しい景色にお腹も心も満たされた気持ちです。胸いっぱい、お腹もいっぱい、幸せな時間を過ごすことができました。